レイナの部屋。今日のゲストはリサさんです。こんにちは。リサ、急いで録画しなきゃ。俺の名前は熊本、冴えない陰キャだが、なんと今テレビに映っている超人気モデルのリサと同棲している。リサとは学生だった頃出会い、俺が一目惚れし何度もアタックした末に付き合ってもらえた。その頃からリサはよく口にしていた。私絶対に人気モデルになる。リサならなれるよ。俺はリサの夢を一番近くで応援したくて、進学と自分の夢を諦めた。ダメだった、オーディション落ちちゃった。そっか、残念だったね。リサは誰よりも人一倍努力していたと思う。運動も食事制限も、時には泣きながら頑張っていたのを俺はずっと見ていた。また頑張れるかな。大丈夫だよ、俺もついてるから。その甲斐あって数年後には見事モデルの仕事を獲得した。熊本、雑誌の表紙の仕事が来たの。やったな、おめでとうリサ、今日はお祝いだ。その頃からリサはどんどん売れていき、いつの間にか超人気モデルになっていった。仕事が忙しくなり、一緒にいる時間は減る一方だったが、俺はテレビや雑誌に映っているリサを見ると誇らしい気持ちになった。リサは俺の最高の彼女だ。ただいま。おかえりリサ。あれ、まだ起きてたの？もう1時だよ。最近リサとちゃんと話せてなかったからさ、ご飯作って待ってたんだ。こんなにたくさん。熊本さ、私がモデルってわかってるよね。こんな時間にご飯なんて食べられるわけないでしょ。それとも食べられないのわかっててわざと嫌がらせしてるの？そんなわけないだろ。ただ少しでも好きなもの食べて元気出してくれればと思って。そういう余計なお世話いらないから。栄養管理はマネージャーが徹底してやってくれてる。だからこんな脂っこい豚の餌みたいなもの食べるわけないでしょ。ごめん。あんたはいいわよね、何でも好きなもの食べられるんだから。はあ、私もう寝るから、それちゃんと片付けておいてよね。リサが仕事で忙しい時はこんな日がたびたびあった。仕事のストレスもあるのだろうけど、あまりにもひどい暴言に俺は精神的に参っていた。ちょっと、私のお気に入りのマフラーどこよ。え、マフラーは見てないけど。はあ、あんた家で何やってるのよ。家政婦してるならちゃんと管理しておいてよね。いや、家政婦ってわけじゃ。私のお金で養ってもらってるんだから家政婦も同然じゃない。家のことくらいちゃんとしてよね。リサを支えたいから一緒にいるんだ。そりゃ養ってもらってるし、家事しかしてないけど、家政婦って言い方はひどいんじゃないか。そうね、家政婦以下だったわ。ただの居候も同然ね。もういい、これ以上耐えられない、俺は出ていく。あっそう、別にあんたがいなくても何にも困らないから。それならこれも返すわ。こんな安っぽいリング、私には似合わないもの。これは2人でこの家に引っ越した時に記念に買ったペアリングだ。2人で頑張っていこうという約束の印だった。リサは俺なんかがいなくても平気なんだな。もう本当に終わりだな。それから1週間後、俺は実家でリサのニュースを見ていた。今注目を集めている人気モデルのリサさんが主演のドラマが決定しました。内容はなんと、ドラマの主演か、すごいな。それと同時に人気俳優との熱愛報道も入ってきております。お相手はなんと、熱愛報道、俺がいなくなった方が良かったってことか。俺と離れてからの方がリサが活躍している気がする。俺の存在がリサの足を引っ張っていたのか。俺が今までリサを支えているつもりだったのに、とんだピエロだな。ほんとバカみたいだ。明日は卒業式だっていうのに全然嬉しくないなんて。実はリサに内緒で栄養士の資格を取るために学校に通っていた。だがその努力も全て無駄になったのだ。それからしばらくして俺の携帯にリサのマネージャーから電話がかかってきた。なんだろう、俺と別れたことマネージャーに言ってないのか。もう連絡しないように伝えておかないと。もしもし、熊本さん、大変なんです。リサさんが倒れて病院に運ばれました。
熊本さんもすぐに来てください。リサが倒れた？一体どうして？実は1週間くらい前から体調を崩していて、ちゃんとご飯を食べていなかったんです。栄養剤だけで大丈夫だと言い張ってご飯を食べてくれなくて、こんなことに。スケジュールもご飯もマネージャーが管理してるって、リサが。いえ、スケジュールは私が管理してますが、食事面は熊本さんが管理してくれてるから大丈夫だと言ってまして。俺は急いで病院へ向かっていた。くそ、どうしてこんなことに。テレビではあんなに元気そうだったのに。俺は心配だったが、もう別れているし、熱愛報道のこともあったので行かないと一度断った。しかしマネージャーから人気俳優との関係は確かにあったが、3日も持たずに別れたと聞かされ、どうしても俺に来てほしいと頼み込まれてしまった。リサ。点滴を受けながら寝ていたリサは、最後に見た時よりかなりやつれていて顔色も悪かった。リサ、どうしてこんなになるまで無理したんだ？熊本、なんでここにいるのよ。マネージャーから電話をもらったんだ。ご飯ちゃんと食べてなかったのか？あんたには関係ないでしょ。マネージャーが栄養管理してるって嘘だったのか？人気俳優と付き合ってたって。あんなのただの気まぐれよ。そっか。そうよ、倒れたのだってたまたまなのに、みんな大げさなのよ。気丈に振る舞ってみせるリサは何とも痛々しかった。ここにいてもリサに無理をさせるだけかもな。俺がいても迷惑だよな。じゃ帰るよ。もう帰るの？え？あ、そういえばこれ返すよ。どうした？バカ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 、熊本のバカ、どうして来たのよ。せっかく忘れようと頑張ってたのに。リサ、本当に熊本が出ていくなんて思ってなかったから、ショックでご飯も食べられなくなっちゃって体調崩して、やけになって付き合ったけど、やっぱり熊本じゃないとダメだって分かったの。熊本がいつも家で待っててくれて、私の話を聞いてくれて、いつも励ましてくれてたからできてたんだって後になって気づいたの。あの時ひどいこと言ってごめんね。熊本はいつも私のためを思ってしてくれてたのに、その優しさに甘えてた。本当に本当にごめんなさい。リサ、あのひどいことして許してもらえないかもだけど、私まだ熊本のことが好きなの。お願い、また私と一緒にいて。もう絶対にひどいことしないから、家事も何もしなくていい、そばにいてくれるだけでいいから。熊本。遠回りしたけど思いが伝わってよかったよ。俺はいつだってリサのことを思ってた。もちろん今だってリサのことが好きだよ。本当？うん、またリサのそばにいれるなら嬉しい。リサの輝く姿を一番近くで見守りたい。うん、ありがとう熊本。そうだ、これ忘れ物だよ。忘れ物だなんて返却の間違いじゃない？そうかもね。リサはその後入院することになったが、数日で退院できるらしい。俺とリサは元の関係、いや前より一層ラブラブになれた。あのね、明日退院した後しばらくお休みもらえたの。仕事が忙しかったからってマネージャーが気遣ってくれたみたい。よかったね。何かしたいこととかある？お出かけもいいけど、ずっと熊本と一緒にいたい。そっか、リサがそれでいいならそうしよっか。やった。はい、お待たせ。うわー、すっごい美味しそう。なのにヘルシーなものばかりで、これどうしたの？実は栄養士の資格取ったんだ。リサに内緒でずっと学校通ってた。もうすぐそういう嬉しいことしてくれるんだから。リサのこと大好きだからね。ほら、あーん。あーん、うん、美味しい。それは何よりです。何それ、私の方が大好きだもん。
ただいま。お腹ペコペコだよ。はぁ、またなの。部屋は散らかってるし、お夕飯は作ってないし、寝てるし。私の名前はラブ。私たちは結婚して5年目になるのだけど、最近は冷め切ってしまっていた。毎日会社で仕事をしてきている私に対して、リモートワークだからと毎日家事もせずにダラダラとしているカズキ。正直こんな人だと思っていなかった。元気出して、ラブは頑張ったんだから。そうだ、ラブの好きなチョコ作ったんだ。え、本当？形はいびつだけど美味しそう。お世辞にも前向きとは言えない私の性格に対して、いつも明るくて何でも挑戦するカズキに憧れていた。不器用なのにチョコを作ってくれる、そんな優しいところが大好きだった。カズキ、起きて、起きてってば。ん？ああ、ラブ、おかえり。おかえりじゃないって、なんなのこの部屋。散らかしっぱなしじゃない。それにお夕飯だって今日はカズキの番でしょ。ああ、そうだった、ごめん。ごめんじゃないってば。ほんといい加減にしてよ。この前も同じことしてたじゃない。だから謝ってるだろ、いちいちうるさいな。うるさいって何よ、カズキがだらしないからじゃない。うるさすぎて頭痛くなってきた。部屋で寝る。またこうなっちゃった。いつからこんな関係になっちゃったんだろう。はあ、お腹空いたけど、この部屋を片付けてからにしよう。掃除機をかけていると、カズキのカバンにぶつかり、中身が飛び出してしまった。あー、やっちゃった。あ、なにこれ、診断書？それはカズキの診断書だった。そこには聞いたこともないような病名と余命半年という診断結果が書かれていた。嘘でしょ。私は急いでその病名をネットで調べた。すると最近のカズキの様子がぴったりと当てはまっていた。最近だるそうにしてたのは、だらけてるわけじゃなかった。寝ていたのは体がつらかったから。なのに私はカズキにあんなひどいことを。カズキに謝って病気のことを確かめないと。カズキ、起きてる？さっきのことなんだけど。カズキ！倒れていたカズキの意識はなく、急いで救急車を呼んだ。かなり危険な状態だったらしく、処置を施してもらったけど、カズキは目を覚まさない。カズキ、目を覚ましてよ。どうして病気のこと言ってくれなかったの？私じゃ頼りなかった。私が口うるさかったから、私のこと嫌いになったから。ごめんね、私がカズキをこんな風になるまで追い詰めてたのに。カズキは優しいから、私に心配かけないために隠してたんだよね。一人でずっと頑張ってたんだね。起きたらカズキに謝ろう。それでちゃんと大好きって伝える。カズキから愛を感じなくなったんじゃない、私がカズキに愛を伝えてなかったんだ。そうだ、久しぶりにチョコでも食べたいな。カズキが作ってくれたやつ。ラブ、ラブ。あ、カズキ、カズキ。お前、顔ぐしゃぐしゃだけど大丈夫か？どんだけ泣いたんだよ。カズキ、まあラブ、聞いてくれるか？離婚しよう。離婚届が俺の部屋に置いてあるから、あとはお前がサインするだけだ。ちょっと待ってよ、意味わかんないよ。どうして離婚届なんて、一体いつから考えてたの？やだ、やだよ。泣いてくれるんだな。ダメな夫でごめんね。カズキ、カズキ、起きて、起きてってば。どうしてそんな、ひどいよ。私はまだ言いたいこと何も言えてないのに。ダメな夫でごめんって、だからごめんじゃないってば。カ
ズキは私にそのことだけを伝えるために目を覚ましたみたいで、その後は意識不明のままずっと目を覚まさなかった。カズキお疲れ。今日は仕事でいいことあってね、うまくいったんだ。あと昔二人で行ったカフェが3周年記念やってるんだって。終わる前に一度行ってみようよ。他にはね、またカズキが目を覚ますんじゃないかと思って、あれから毎日お見舞いに通った。そんな日が何日も何日も続いた。仕事が終わっては時間ギリギリまで病院でカズキと過ごし、家に帰って眠るだけの生活。ごめん、ちょっとうとうとしちゃった。今日走り回ったからかな。食欲もないからろくに食べてないし、ベッドに入るとカズキとの思い出ばかりが溢れてきて眠れない。当然体は徐々にやつれてきた。もう疲れた。頭が回らなくて仕事でミスばっかりしちゃうし、力が入らなくてフラフラして転んじゃうし、私カズキがいないとこんなにダメなんだよ。ごめんね、ごめん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 って言ってるじゃん。ただいま。もうダメかも。もう耐えられないよ。最初は少しでもカズキのぬくもりを感じたくてベッドで寝ていたけど、それも次第に匂いがしなくなり、今では虚しいだけだった。カズキがいない家にいることが辛かったから、寝る以外家にいたくなくて無意識に家を避けていた。最近顔色悪いけど大丈夫？ああ大丈夫、ちょっと寝不足なだけだから。そう？それならいいんだけど。最近周りの人に心配されることが多かったから、少しカズキを忘れる時間も必要だと思って、久しぶりに趣味の時間を作った。でもやりたいと思った趣味は全部カズキが教えてくれたもので、余計にカズキとの思い出が溢れてきて会いたくなって辛くなる。もうこんな時間、病院に行かないと。行かないとなのに体がだるくて動きたくない。正直眠り続けてるカズキを見るのはもう耐えられないよ。でもカズキと話したい。もし一言でも話せるなら、今までのこと謝りたいのに。今日は行くのやめようかな。お腹空いた。そういえばあれから家でご飯食べてなかったけど、冷蔵庫に何かあったかな。あ、何これ、チョコ。まさかカズキが作ってくれてたの。嘘でしょ、いつの間に。大好きなラブエ、仕事お疲れ様。最近毎日忙しそうにしてるから、これ食べてゆっくりしてね。カズキ、いただきます。すっごく甘い。ちゃんと私の好きな甘さになってるじゃん。これ食べたらカズキに会いに行こう。カズキラブ。カズキ。苦しいって。なんで、どうして、いつ目を覚ましたの。少し前だよ。お医者さんもびっくりしてたし、俺も驚いてる。そっか。あのね、カズキ、ずっと伝えたかったことがあるの。カズキ、愛してるよ。うん、俺もラブを愛してるよ。ずっとずっと一緒だよ。あれ、私いつの間にか寝ちゃってた。カズキ、カズキ、カズキ、寝てるの？起きないの？さっきのは夢だったの？よし、カズキ、また明日も来るからね。カズキが目を覚ましたのが偶然なのか夢なのかわからなかった。でもまた抱きしめてくれると信じて、私はカズキの元に通い続けた。1年後、
私はいつものように扉を開いた。カズキ。カズキのベッドの周りには医師や看護師たちが集まっていた。そしてベッドの上のカズキは今日も変わらずすやすやと眠っていた。いつもと違うのは、もう明日からカズキの病室はなくなること、もうカズキに抱きしめてもらえないことだった。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。